すごく苦しかったですけど、これからの人生に必ず役に立つなっていうふうに思いました。高校時代からラグビー部のマネージャーを始めて、ラグビーが好きという理由だけで大学でもラグビー部のマネージャーを続けました。うちのラグビー部ではすごく人数が多く、レギュラーに選ばれない選手がたくさんいて、こうモチベーションが下がってしまう選手がたくさんいるんですけれども、私はその選手たちに、寄り添って、たくさん話を聞きました。練習していた場所が、枚方キャンパスというところで、その枚方にゆかりがあったので、枚方の近くの金融機関を探して、志望しました。就職部の先生に、面接練習をしていただいたときに、すごく自信がないというふうにおっしゃられたので、そのラグビー部でおるような感じの内海さんの感じで面接を受けなさいというふうに、助言いただきました。選手と、自然にこう触れ合っている感じ、この明るい感じを出せたかなと思います。選手に今まで寄り添ってきたように、これからはお客様にしっかり寄り添ってお話を聞いていきたいと思います。